皆さんこんにちはこよいこなんです。本日はボディケアですね。私の寝る前にやる体のマッサージとストレッチを紹介していきたいかなと思います。先日に、先日前回の動画で出したお風呂の Q&A ですね。あそこでもちょっとむくみとか体型維持とかどうしてますかって質問をたくさんいただいたので、そのアンサー動画的なものになってます。結構これもまた有意マッサージなんですけど。私は いつもウェルダの何だっけなホワイトバーチっていうオイルを使ってマッサージしていきますちょっとこの日がホテルだったのでオイル忘れちゃってここにあったクリーム使ってますねでふくらはぎから始めて今こう太ももあ贅肉みんなにバレあ ふかもったんですかまあもうしょうがないということで太ももとかね膝から上は基本的にこうリンパ流すとかよりもなんだろうな脂肪を柔らかくするイメージで揉みほぐすことの方が多いですかねでなんかこうリンパ流したりむくみ取れろーっていうのは膝下が多いですね、まあ、なんかふくらはぎは体の第二の心臓と呼ばれてるのでとにかく血を流すというかもうさまざまな老廃物を流した方がいいんだろうなーっていう軽い知識で。 やってますで片足ですね10分も、ね、基本的にやんないですね5分ちょいぐらいやってもうもう一本の足もう一本の足ってなんかあれだな別側の足に移動しますま全くやり方は同じでうーん、唯一気にするというか意識するポイントは膝の裏のリンパと今やったら足の付け根のリンパをぐりぐり押すぐらいですね でまあ、二の腕とかもほんと軽くなんですけどこうやってつられん感じだった疲れを取るイメージでもみもみするぐらいですねあんまり二の腕はこだわったことやってないかもしれないんですけど今ちょっとちらっと触った脇ですねこの脇も主にグリ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 なんかリンパのイメージがあるんですいませんね私なんかイメージばっかりになっちゃうんですけどこの胸筋をほぐすイメージでグリグリやってます 意外と私胸筋がすすごいあるんですよベンチプレスがすごい得意でだからちょっと胸のキープができてるかなとも思ってるんですけど凝ってることが多いんでこうやってほぐしてます主にね自分の筋肉が凝ってるところをやった方がいいと思うんでねでこれはよくメイクさんとかもやってくれるような首のねなんか老廃物流そうと思って軽くやってますでもこれは朝とかお風呂の時に電気バリブラシとかを使って流してることが多いですかね で、早速こうストレッチに入っちゃうんですけど私ストレッチの方が好きでしてこのね足の指と手の指をね絡ませてぐるぐる回すのはすごい大事らしいんですよなんか全然どこ情報って感じなんですけどダンサーさんとかスポーツする人もやってるみたいでもうそっから始めますね反対の足もぐりぐりブンブンと回していきますこれ結構気持ちいいんですよ普段からこう足をね足首をねやる ほぐすすのって大事みたいですよあなんかすごい寄っちゃって意外なところにほくろがあるんですけどでこれが一番私の好きなストレッチですお尻のね下の方とかハムとかを伸ばしてくれるストレッチでもう簡単にできるんでぜひみんなやってください股関節もねちょっと柔らかくなると思うんだよねでこうやって足先というか足首らへんを持つことによってまあふくらはぎもちょっと伸ばしていこうかなーって感じでグーって出ってます ももちろんすすぐ脚足ややりますこれれね,ね転がってやれるから本当に楽ななのよねなんかアングルがちょっと危なかったりするんですけどまあどうですかね男性の方もこれで見てくれたら嬉しいなーなんてちょっと狙っちゃってます。<laughs> でこちらも私の好きなストレッチで前ももってどうしても張っちゃうじゃないですか。なのでこの前もものストレッチめちゃめちゃ大事なんですよね。 前ももの張りは筋膜リリースとこのストレッチでしかもうへこませることができないんじゃないかなって勝手に思ってますで左手曲げてる方の腕もこうやって上げることによって更に前ももがぐーっと伸びますねこのねストレッチペタンと寝れない方も多いぐらい張っちゃってる方もいると思うんでその場合は肘つくぐらいでも全然効果あると思いますでこちらも反対側をやると やっぱね結局ストレッチもなんですけどこう寝るだけなのが一番いいね私がねマッサージをそんなにできない理由が結局マッサージ自分でしてるから腕疲れるじゃないですかあこれはね股関節ですねまあ得意なんですよ私股関節がすごい柔らかいんですよでまあなんか多分大事であろうと思ってとりあえず絶対やってますね まあ首回すのちょっと良くないらしいんですけどどうしても回しちゃいますねで首伸ばす時に肩を今一回ぐるんってやったんですけどそうするとさらに伸びるらしくやってますでこのね肩回すのもねなんかバストケアにいいと聞いてとにかくブンブンぐるぐるめっちゃ回しますねで二の腕細くなれーって思いながらこうやって肘を曲げて二の腕もしっかり伸ばしますストレッチで伸びるかちょっとんストレッチで細くなるか分かんないんですけどねでこちらがですね 足のむくみをね取るのに一番いいと思ってるんだけどこうやって上げるだけで血が上に行って立ち仕事の方にもいいと思うし座って足むくんでるよって人にもこれがすごい足の疲れも取れるしむくみもなくなるって何かねモデルさんが言ってたんでやってますで最後にお腹のストレッチですねこれもすごく好きでお腹のストレッチってなかなかしなくないですか でもこれをぐーっと後ろにのけぞってあとこうやって右に向いたりすると腹斜筋も伸びるんですよなんか食べ過ぎた後にも結局お腹のストレッチをするといいと聞いたことがあるんで食べ過ぎた時、まあ、レストランにいたとしてもトイレでこうなんだろうなお腹が伸びるような動作実はしちゃったりしてますまあこんな感じですかねもうせかせか説明しちゃってすいませんついてこれたかなはい まあこんな感じでマッサージとストレッチを毎晩できるだけやるようにしてます、まあ、どんな場所でもねクリームがなかったりしてもみんなできることだと思うのでこの毎日の積み重ねがコナンボディの秘訣かもしれないので <laughs> お試しあれまた次の動画楽しみにしていてくださいバイバイ最後までご視聴いただきありがとうございました チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。